はい、今回もやっていきましょう。ガヒーによるファイナルファンタジー6。前回謎の少女がティナゾーってことが分かって、まあいろいろあって追われてるっていうことです。はい、やっていきます。もうやっていきます。もう宝箱取ります。まあ、ティナゾーがここのザコにはとりあえず負けないってことは前回の戦闘で明らかになってるから、まあ、やっていきましょうよ。まあね、戦闘は大事よ。レベル上げにもなるからね。ただ、よっしゃ、フェニックスの、これは、人を生き返らせるために必要でござんす。操作がね、若干難しいね、これ。だが、戦闘は大丈夫。負けないから。お、レベルアップした、ティナゾーが。でもこんな感じかな、こんな感じよ。あ、宝箱取ってこう。よっしゃ、マジ負けねえ、負けないハート。これティナゾーがね、いろいろとなんか闇抱えてそうだよね。人に操られるってなかなかないよ。そう、寝袋、ああ、セーブポイントで回復するのに使うみたいな、なんか書いてあったな。まあそれは俺もファイナルファンタジーは4、5、7、やべ、見つかった。え、まあでも思わぬところで助かったわ。魔導の力を持つ娘か、ヒッヒッヒ、悪そうなやつだなこいつ。この操りの輪をつければ俺様の思うがままに動くのだ。こいつか、こいつか犯人、こいつがティナゾーを操ってた張本人だってわけかよ。なるほどね。そうだ、すべてを焼き払うのだ。ああ、めっちゃ悪そう、こいつめっちゃ悪そう。ガストラ、我がガストラ帝国は魔導の力を復活させた。選ばれた者のみが使うことのできる神聖な力だ。今こそ我がガストラ帝国が世界を支配する時。ああ、なんか世界戦争のなんか始まりみたいな感じの予兆はあったよね。ガストラ帝国万歳。なるほどね、俺の声も出ねえわ。やっと来よったか。ところで泥棒からは足を洗ったのか。え、どういうこと。
さすらいの旅人、古代の秘宝を求めて世界を股にかけるトレジャーハンター。ああ、ロックはロックでいいよ。泥棒、俺を呼ぶならトレジャーハンターと言ってくれ。同じようなもんじゃろうが。ちっち、大違いだぜ。動きがうるせえこいつ。ところでこの俺を呼び出したのは、実は例の娘にあった魔導の力を持つという娘のことか。今はこの都市のガードに追われている。この都市には帝国に立ち向かうだけの力がある。だがその実力の高さゆえに我々の地下組織リターナーにも加わろうとしない。娘は帝国に操られるだけというわしの操られているだけだというわしの説得も聞こうとしない。どういうこと？分かった、その娘を助け出せばいいんだな。ひとまずはフィガロ国王のところへ。助けに来てくれるの？助けに来た。いたぞ。めっちゃモンスター引き連れてきてるよ。ちっ、大勢来やがった。めっちゃ出てくる。モーグリ、助けてくれるっていうのか？僕たちで都市のガードたちからティナゾを守ります。説明聞かせてください。3つのパーティーに分かれて戦います。右側に表示されるパーティー切り替えボタンをタップしてパーティー切り替えてください。右側ね。ティナゾウのいるところまで攻め込まれたら負けです。その前に敵のガードリーダーを倒してください。 OK。 敵どこ？とりあえず三方向を守っていきたいよね。行ったぞ。おいおいおい、お前、あ、ロックも加わるんだ。つかモーグル3体もいる。超強そう。強い。敵魔法使いやがるんだよ。いいよ。お前はここだ。それぞれみんな武器が違えんだ。すげえ。なんかモーグル強い。やべえな。油断してってマジでやられる。回復もちゃんとしよう。強え。
すげえなんかいい感じじゃない？よっしゃ、このまま行くぜ。いいね、いいね、いいね。みんな協力してんね。こういう展開は好きよ、激アツ。お前を倒すんだろう、この野郎。ボスかよ。しかも強いし。ここは回復アイテム使えるから俺は。強すぎるだろう。ズボボク頑張れ。くそー、こっちのモグでやりやがって。一人やられてもうた。あ、でもよし、進む。モーグルたち、運に切るぜ。よっしゃ、おお、素早い動きするで、ロックさんよ。確かこのスイッチで。おお、ん、気がついたのか。私助かったの。モーグルたちに感謝するんだな。はっきりと思い出せない。あんな高さから落ちたらな。その前も、ずっと前のことも記憶がないのか。でも、時間が経てば戻るって。記憶が。安心しろ、俺が必ず守ってやる。必ずだ。記憶をなくした。俺は見捨てたりしない。必ず守ってやる。知り合い？ここは初心者の家。機械が発達したとはいえ、町の外にはまだまだ我々の知らない魔物がいる。ここはそんな危険な世界を旅する人にアドバイスをするところ。まあ入れてください。じゃ、僕初心者中の初心者です。ち、あお、まあいいか。あ、セーブポイントある。セーブポイントある前にちょっと分かったから、この壺にも宝が隠されていることがある。あとで。お、やった。操作がむずい。オッケー。もうね、アイテムなくなるのも痛いけどな、十分。よく
くぜ、うん、オッケー、チョコが降りたら帰っちゃうのね、それは分かった、いろいろ教えてくれるってね、おい、いや、マジかよ、びっくりさすぞ、飛ぼねえのかよ、うん、いや、もうべ、もうな、学んだわ、ってことはさ、おい、なんだこれ、回復でもさせてくれたのか、いや、この8ボタンすげえ感度が良すぎてやばい、だがこれになれないと俺先に進めない、一緒、一歩ずつ進むしかないのか、コントローラーが懐かしいぜ、スーファミのコントローラーでやってた頃が懐かしいぜ、やった、つぼみの宝があるかもって言ってたな、よっしゃ、ここは絶対あるわ、何かい、この初心者の家までロック助けに来たからもちょっと難しい戦闘の部屋、それはいいよ、俺プロだもん、言っても、言うとファイナルファンタジー自体は経験者だもん、6知らない、そんなことあんの、すごいこと教えてもらった気がするわ、瀕死の時に撃つ必殺技のカジマのってやつね、イタチの最後っぺみたいな、悟空の、よし、今回はセーブしてとりあえずここで一旦中断しましょう、せっかくセーブポイントあるからね、こっから長そうだし、またいやー、モーグリたちの優しさに触れられたいい回でしたよ、また次回もよろしくお願いします、セーブしたよね、忘れっからね、セーブ、よし、セーブが完了しました、ありがとうございます。